2022年の MacOS ベンチュラのアップデートを前に、現状のモントレーの環境のタイムマシーンバックアップを取ろうとしたところ、困ったことが起こりました。 バックアップデータへのバックアップを完了できませんでした。バックアップディスクが見つかりませんでした。バックアップディスクが接続されていることを確認するか、別のバックアップディスクを選択してください。試しに、ファーストエイドなどを実施してみましたが、何も変わりませんでした。どうしようかと困っていましたが、もしかしてと思い、右上のメニューバーの 今すぐバックアップを作成をクリックしたところバックアップが無事に開始されました。右上のメニューバーにタイムマシーンバックアップのメニューを出すにはここをチェックした状態にしておきます。今回の情報がモントレーの環境でビッグサーなど以前から引き継いでいるタイムマシーンバックアップが反応しなくて お困り中の方の参考になることがありましたら幸いです。また、タイムマシーンバックアップの基本的な使い方がわからない方は、こちらの動画をご活用いただけますと幸いです。